近づくと大体9割方は私どもの商品ですね。この金型に秘密があると言います。あ、金型いいか分かんないけど取っちゃおう。もうミクロの世界です。うん、あ、嘘、上下から外に出ます。へー、うおおおおできてる、生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 きてる。夏草や強者どもが夢の跡、松尾芭蕉が読んだ有名な一句です。今回は岩手県にやってまいりました。この平泉を中心に奥州藤原氏が栄華を誇ったんですが、その平泉のお隣にある一ノ関市に皆さんの生活を支えているある企業があるんです。札がいっぱい貼ってある。では弁慶、そろそろ一ノ関に参ろうか。岩手県の南部に位置する一ノ関市。東京からは新幹線で2時間半、飛行機は仙台空港が便利です。その一ノ関市に本社を置くのが株式会社サハラ。私たちの生活を支えているものとは一体何なのか。早速工場へ。これ近くに行ってみても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、お願いします。こんにちは。こんにちは。耳栓してるんだ。こういったプレスの連続音っていうのは、後々にやっぱり耳の障害につながってしまいますので、やはり耳栓というのは必須になっています。ズシン、ズシン、ズシンってきますもんね。工場では、プレス機を使って樹脂やアルミに細かい穴を開けています。どういう製品を作り出しているんでしょうか。先に出来上がりを拝見。ちょっと待って、わかりますか？な見たことある、窓についてるやつ。そうですね、ですよね、はい、これが窓についてやっぱ換気をする装置です。サハラが生産しているのは部屋の換気を行うための製品です。この細長いものはブレス、呼吸という意味です。ほら、皆さんも目にしたことあるでしょう。調べると大体9割方は私どもの商品ですね。そうなんですか、はい、サハラさんは空気の流れという部門で私たちの生活を支えてくれてるんだ。1956年創業のサハラ、初めはガラスの生産販売の会社で、東北で初めてのペアガラスも手掛けていました。ある時、先代の社長がお得意様から一酸化炭素中毒になったという話を聞き、換気の重要性を感じて装置を発明作り始めたそうです。今ではブレスだと1日に4000本を生産。メインは OEM 商品なので、大手サッシメーカーや住宅メーカーのブランドとして世の中に流通しています。メーカーのサッシなどに合わせて様々な形やサイズがあります。今回ご紹介する窓換気システムは、お部屋の窓から吸気し、トイレの窓からファンで排気する24時間換気システムです。この図のように、排気口にある換気扇で汚れた空気を吸い出し、各窓のブレスなどから新鮮な空気が入ってきます。こちらが特許もあるサハラの換気ファン。実験では空気の流れができているのが分かります。従来のものと比べてみると、その差は一目瞭然です。2003年から24時間換気システムの設置は、家を建てる際の義務となりました。
その方法は3種類ありますが、一番普及しているのはサハラも手掛ける第3種換気システムで、空気の出口だけにファンを使います。空気の取り入れ口を見ると、他のメーカーの場合壁に穴を開けて作るため、雨だれで壁が汚れたり断熱性が損なわれたりします。しかしサハラの製品ならそんな心配はありません。窓と一体化しているブレスは開け閉めも簡単で、お掃除も楽々です。こういう機械っていうのはこれ用に開発された機械なんですか？いえいえ、このプレス機械は汎用で、どこの会社さんでも使えている機械になっています。この金型に秘密があると言います。あ、金型。そうですね、金型の部分はサハラさんの方で開発したもの。設計から製作といったところをやっています。じゃあそういうのを研究している部門があったりするってことですか？そうですね、それを専門にしている技術部隊が弊社にはございます。ならば金型を作っている生産技術部へ。金型がどうも命だなと。そうですね、はい、品質のいいものを作るってなったら、やっぱり金型の精度も良くなければいけないと、見せてもらおうか、その金型の性能とやらを。オスの部分になります、はいはい、これがパンチと呼ばれるもので、この下型が穴にこうちょうど入るんですよ。はいはいはい、はい、さっきの出っ張りがですね、はいはい、で、この間にそのワーク、型材があって、そのワークにこの形でぶち抜くという。オスと言われた出っ張りがガツンと穴を開けていくというイメージで大丈夫ですか？サハラの金型、どういうところがすごい？抜きというのはどうしてもこうバリというかこう毛羽立つんですけど、ちょっとこっちにこうなんかザラザラっとした、ね、余分なものが出てしまう、あのバリ、それをなるべくなくすっていうその精度、そこに一応こだわって金型を作っております。これ今穴が開いたところなんですけども、裏がね引っかからないですよ。いわゆるバリがないすべすべの状態です。そんな金型を作る機械と調整技術がすごかった。こういった刃物を当てて、でプログラミングでこう削っていくと。このぐらいの分厚さだったところから削り出したってことですね、これを、すごいですよ。色塗ったらそのものじゃないですかっていうぐらいそのままブローチとかにも使えるんじゃないかという。そうですよね、このぐらい精密に削り出すことができるんですね、この機械で。この機械で、もうミクロの世界です。でもそれだけでできますか？何か秘密があるでしょう。あとはですね、あとはこのこちらのこの、透明なカーテンの奥にある機械ですけども、残念、撮影 NG。 代わりにその機械の技術力を見せてもらいました。これなんとなくでいいんで、こう真ん中の辺をこうグッと押すか引くか。嘘、最初見たときここが抜けるなんて全然気づかなかったですよ。抜ける。そっか、ここがラインが見えなければ見えないほど精巧に、さっきの穴を開けるためのオスとメスを組み合わせが作れるってことだ。そういうことです。オスとメスにここにスキグマがあればあるほど、サハラの商品の加工にバリが立つんです、バリをなくすためにここまでの精度を要すると、若干の隙間というのが1ミクロンです。5ミクロン以上だとこうやって透かした時に光が入るんです、光がないということは1ミクロン2ミクロンの隙間であると。星1つです。いや、技術としては星3つです。すごい。生産技術部は樹脂を流し込んで部品を作るための金型の製作のほか、加工段階でもその力を発揮しています。左から順番に刺していくんですよ。そうですね、これで穴が開いて、誰が作業をしても確実に同じものができるようにする工夫です。そこにしか入らないっていう機構にしているんですね。間違っと入らない。
30年以上ここで働かれてきて、サハラが進化してきた部分って間違いをしにくいですとか、あと間違いに気づくですとかにまつわる装置、機械ですとか、そういったことで作業者の負担を軽減していく、そういった部分の進歩っていうのは目覚ましいかなと思いますね。こうした技術を駆使しているので、サハラの製品は完成までスピード感があり、さらに品質も保っているというわけです。では偉い人に話を聞いてみましょう。我々の換気の、プロ集団としてですね、ものづくり、それから売り方、開発もそうですけど、住んでる人たちの健康維持増進をするどうやったらできるのかということを常に考えて開発をしていると。川の流れがない川、端っこにこうブクブクブクとこう、あぶくがあったり汚れが溜まってしますね、これが全く同じように、家の中で起きてるんです。ただ見えないだけなので、だからその家の中の空気を少しやっぱり動かして、入り口から出口の方にこう流していくことによって、川のせせらぎのような綺麗な空気がいつも常に保たれてる、そういうイメージなんですね。日本はもともと家作り自体が風通しが良くなっているので、換気っていう概念はなかったんですね。ですから今オイルショック以降、1970年ですが、ね、オイルショック以降ですね、日本の住宅も密閉化されたんですね、よく言う魔法瓶のうちっていうふうによく言われますね。魔法瓶のうち、ところがもともと換気の概念がないものですから、換気がちょっとこう軽視されてるっていうところは否めないところでですね、換気は吸気した分しか排気しないっていうんですかね、ですからいかにこう吸気が重要かっていうのが、我々換気メーカーとしてはですね、換気扇だけではなくて、その空気の取り入れ口、ここをきちんと考えて、どのくらい の量を取り入ればいいかってことを、やっていかなきゃならないってありますね。すごくわかりました。そうだ、入ってくる空気がなかったら、空気は出ていかないんだ。出ていかないですね。正直我々はリクシルさんの商品なんだなとか YKKAP さんの商品なんだなっていうふうに思ってたんですけど、そこにサハラの文字がないっていうのはどのようにお感じなのかなっていう。そうですね、目的は住んでる人たちの健康維持増進ですから、私どものブランドがなくても使っていただくことによって、目的は達成できますのでですね、目立ちませんけど、使っていただくことによって、よかったなと言っていただければそれでいいのかなというふうには思っております。最新の技術も見せてもらいましたよ。形状記憶合金というものになります。常温ですとバネの状態を保っています、こちらですね、コールドスプレー、バネを冷やしてみたいと思います、にしてもらって、伸びる、さっきはこんなに引っ張れなかったですよ。そうですね、記憶をなくした状態です、今ボケ状態です、そうですね、これをちょっと握ってみてください。どんなこと起きてますかね。おーおーおー生きてる、今僕の手の中でギューって収縮が始まってるんですよ、温められたことによって記憶が蘇ったといいますか、それでバネに戻ろうとしたんですね。この形状記憶バネを使った製品も、寒くなったら閉まって冷たい空気を家に入れない、暖かくなったら開く、すごい、電力を使わず自然の力を使っているので省エネです。形状記憶合金を制御するこのサハラの技術、実は極限に寒い宇宙空間でも使えるのではということで、政府機関とも共同で研究開発が進んでいます。もちろん新商品の開発も。目の前にあるのは壁を横倒しにしたもの。壁の中の空気の流れをご覧ください。室内から入ってきた空気が今壁の中を流れて外に出ていってるってことですね。上下から外に出ます。しかもかなりの勢いですね。そうですね、ですから、シミュレーションした通りの排気能力になってますので、まずは一安心というところです。一安心、これがですね、うちの換気扇の心臓部になるファンユニットです、
このファンのいいところはですね、小さいけれどもかなり圧力出せますので、こういう狭いところ長い距離で空気を押し込むのに、まあ、最適なファンになります。逆に言うとこれじゃないと この考え方が成り立たない。あ、なるほど。じゃあまずこれがあったからこれができるんじゃないかということになったんですね。はい、さらに幅が9メーター、高さが6メーターで、それを倒した状態で見ていただいた実験を同じようにやっております。リリースとかの商品の案内は出してまして、これから本格的に営業をかけるっていうところで、大手さんと同じことをやってもダメなわけですから、自分らのアイデアが会社全体で後押ししていただいて、まあ、こういった形で商品化までできるっていうのが非常に楽しいです。サハラは地元の子どもたちや生徒たちにものづくりの楽しさを教えています。また原点であるガラスの素晴らしさを伝えるための施設も運営。世界のガラス工芸品およそ10万点が並びます。ガラス工房も併設していて、匠の技を目の当たりにできるほか、予約をすれば体験もできます。使ってもらう方々の健康を維持する、そんな商品でありますので、まあ、そういった意味でその機能を満足する品質のものを提供していきたいっていうことでしょうかね。省エネと換気ってかなり密接な関係性があるので、その辺、まあ、ためになるような商品を作っていきたいなと思っています。はい、今ここ最高の状態ですか？いえ、まだまだ勉強不足です。もっといいものを目指しています。岩手県に本社を置く株式会社サハラは、私たちの生活や健康を支えてくれている換気のプロフェッショナル集団でした。お風呂に入る前に換気扇をつけていただいて、そして、お風呂に、まあ、湯船に使っていただいて、ドアをちょっとかけていただいて、その時にお湯で手を濡らして、スーッとこうドアのところに持っていくと風がシューッとこう流れてきます。でその流れが一番強く感じるところの隙間をちょっと覚えていただいておくというね、シューッとこう空気がですね、脱衣場側からそのドアの隙間を通って、換気扇の方に向かっていく、その空気の流れを作ってあげることが一番重で、その量が大切なんですね。でただ注意していただきたいのは、こうたくさんこう開けてしまうと、浴室の空気って温まってますから、圧力がちょっと高くなってるんですね。そうするとたくさん開けると、脱衣場側、冷たい空気のところに流れていってしまう、脱衣場がかびてしまうことになりますので、そこのやっぱり少し開けるっていうところがポイントでですね、ぜひ今日お風呂に入られた時にですね、それをやっていただいて、出た後に換気扇をつけて隙間をちょっとこうドアを開けておくと、でそうすると 2,3 時間もするとですね、カラッとこうしてきますので、これを毎日やっておられればですね、ほぼその水滴もなくなって、かびることが少なくなりました。実践されてるんですね。私はもう過去10年間ぐらいずっとやってて、もうかびはもう全然生えませんですね。